界の喧騒を離れ、自然の中に身を委ねる、誰にも邪魔されない贅沢な時間。焚き火を眺めながら食べるカップ麺を知ったら、あなたはもうソロキャンプの虜。寂しいも楽しい、楽しいも寂しい、 by ゆるキャンシーズン2。さあ繰り出そう、寂しくも楽しい最高の時間へ、ゲンダマチャレンジ。わー、はい、ということでここからは番組のメインテーマであるチャレンジ精神のもと、毎回一つのことに生で挑戦します、はい、改めて今回チャレンジするのはソロキャンプです。ソロキャンプババーン。なんか怒られろって言われてますよ。作家さんに言ってください。そうです、私たちは言わされてます。そうです。はい、ということで今回はポイントを3つに絞り、学びながらその都度実践していきたいと思います。あ、火が見切れてるね。あ、見切れてる、ゆらゆらしてるよ。はい、ということで、え、まずソロキャンプの注意点をね、皆さんにお伝えしていきたいと思います、うん、その1、一人でいきなり無茶しない、はい、まあこれはそうだよね。いや、そりゃそうだよ、うん、初めてだもん。初めてだからね、うん、その2、昼に下見に行ったり、経験者に連れて行ってもらうなどシミュレーションをしっかりすること、うん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 、本当だよ、どこに危険があるか分かんないとね。そうだね、ソロで行って何かあったら助かんないもんね、うん、明るいうちにね、チェックしとかないと、うん、必要なことですね、うん、その3、開放感から身の安全について油断しない。危ね、開放感ね、開放感あるよね、あるもんね。本当にそう思 う何してもなんか大丈夫って気持ちになっちゃうだろうな。それこそ外でさ、お酒飲みながら、こうわーってで寝たらさ、多分今でも明け方とかだいぶ寒いじゃん。そうそうそうだね。だから外でそんなことしてたら風邪ひくしさ、危ない、シンプルに危ないしね、うん、ちゃんとしっかりしましょうね、はい、そしてこれもマジで大事、マナーを守る、うん、そうね、場所には場所のマナーがありますから、はい、合に行っては合に従えで、それで楽しんでいきましょう、うん、はい、それでは早速始めていきましょう。一つ目のポイントはテント設営。あ、テント設営来ましたよ。テント設営、テント立てるんですか。さあ、まずは何といっても寝床の確保はキャンプの基本であるテント設営にチャレンジしていきたいと思います、うん、で、なんかテントといったら、うん、あのポールを組み立ててドーム型にこう生地を張っていくドームテントっていうのと、うん、あとこう柱となるポールを軸にしてこう三角形に生地を張っていくワンポールテントっていうのがあるんですけど、うん、今回はそのドームテントの方にチャレンジしていきたいと思います。なるほど、うん、そんな種類あるとも知らんかった。知らんかったよね、うん、そう、これ、そんな片手で、片手で持てちゃうんですか。こんなコンパクトなのよ。今よいしょって片手で持ち上げたよ。全然持てる、全然持てるよ。本当にちょっと私も重い。おいおい、あんなすごいね。やるなやるな、あんなすごいな、やるなお前。本当に軽い、そうすごい ね鉄板のね、やらせていただきました。ありがとうございます。開けてみていい。はい、え、すごいよこれはマジで。じゃあ本当に、うん、本当に一人で全然全部持っていけちゃうんだ ね。もっとでかいもんだと思ってたよ。スタッフさんが 2,3 人がかりで作って15分くらいかかるんだって、うん、あ、結構だから、うちら初めてだからかか、ね、もうちょっと時間かかるかもしれないけど、ちょっとせかせかやんなきゃ。せかせかね、やっていきましょうね。じゃ、知らないものがね結構、あ、ありがとうございます、軍手をいただきました。 ありがとうございます、軍手をいただきました、 ありがとうございます。こんなん何本あってもいいですからね。何本あってもいいですからね。軍手をいただきました。じゃあ、ね、まあ、とにかくやってみましょうって書いてある。もうとにかくやるしかないわ。じゃあテント設営の基本読むね。はい、お願いします。川など水位が変化する場所には注意し、水はけの良い場所を選ぶ、はい、夏は直射日光が当たらないような場所が良い、うん、周りの、他のキャンパーにも配慮する、うん、また暗くなってからでは作業しづらいので明るいうちから設営するようにしましょうと書いてあります。なるほど、確かにね。確かにソロキャンしに来てんのにめちゃめちゃ近くになんかテント建てられたら嫌だもんね。そうだよ ねすごいなん なんかあれ、この距離なんかこの距離みたいな。あ、どうも、どうも。あ、なんかいろいろ入ってますけど、あ、これは、あ、打ち込み用のペグってやつですかね、うん、これはちょっと今日は打ち込まないので、じゃあちょっと作業しつつ、うん、有識者からのメールも、あ、そうですね、メール読みましょうかね。いきますかね。じゃあちょっと紹介しつつ、ありがとうございます。ペンネームメルビーさんからいただきました。ありがとうございます。高校のワンダーフォーゲル部、ワンダーフォーゲル部、何それ。で3年間、炊飯番長を務めたソロキャンプエアプのこの部屋かい、エアプかい、エアプかい、この私がどんな環境でも通用する知識をいくつか書いてみます。まず大前提ですが、火力調整可能なガスコンロを使いましょう。確かにね、はい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 、焚き火でやるだけ難易度が跳ね上がりますと。炊き方ですが、初めはちょろちょろは火力調整可能な環境では、嘘知識なので気をつけましょう。あ、そうなんだ、
はじめはちょろちょろは火力調整可能な場合は関係ない。他にも、風よけに気を使うこと、事前にしっかり水につけておくことなどがあります。標高が上がると気圧や気温を見て水分量や加熱時間の調整を行いますが、高度技術の上に流派が分かれて戦争になりそうなのでここでは省略します。あとは調理器具選びです。飯盒は雰囲気は出ますが初心者にはお勧めしません。あ、そうなの。一人分宅には適していてソロキャン向きではあるのですが、最初は焦げやすく、くびれのせいで手入れが面倒は確かにね。普段と感覚が近い丸型のコッヘルという器具と、最近流行っているメスティンと呼ばれる飯盒のくびれを取って横に倒した形の器具がおすすめです。お二人も山でも家でもふっくら美味しいご飯を炊いて食のレベルを上げてみませんかといただきました。前半は嘘だったけど後半は ね、 ね、ちゃんとした本当にね、やってるやつ教えてくれた。なるほど。メスティン、最初確かに最初はパックご飯をね湯煎したやつでやるとそうね、ストレスない方がきっと楽しいしね、うん、これは何でしょうね。これが、これが例のあのさっき言ってたさ、あのドーム型にするポールを組み立ててドーム型に布を貼るのポールだ。おい、ちゃんと書いてあるぞ、説明書に。説明書あんのか。ちゃんと書いてあるぞ、やり方が。説明書があんのか。書いてあるぞ。読もう読もう。これ見ながらやろうぜ。スリッパ脱いじゃおう。何何。収納袋からテント本体を取り出して広げます。はい。あ、これひる、まず広げなきゃいけないんだこいつを。やば、広げる、やば、広げる、あ、持ってる、持ってる、長い、待って待って、どっち向き、え黒いの下、あ、こう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 広げる、こう、あ、でもこれ広がっているのでは、こうでいいの、こうでいいの、あ、ここが入り口ってこと、あ、ほんとだ、入り口じゃん。え、じゃあ入り口、入り口こっちにした方がいいか。そうだね、こうだ、こうだ、あ、確かにそういうのも大事だ、うんうん、見栄えをね、広げる、広げる、あ、やばい、緑が、緑が邪魔になってる。で、テントポールを組み立てても、テントポールの先端をスリーブに通します。先端を確かに、もう入り口燃えてる大火事。先端をスリーブという、なんか通すところがあるのね、あの四隅にスリーブ、スリーブ、これちゃうやん。あ、ちゃちゃ、どれや、え、なんかでも、あ、これじゃない、これじゃない、これじゃない、あー、え、これってこと、ここじゃないの、なんか端、あってる、あってる、これだって、あ、そか、あ、はいはいはい、あ、あ、あった、だからここに、だから端っこから入れて、 あ、 あったあった、ここにもあった、あったあった、端っこから入れて、あ、これね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 、うん、それそれ、はい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 、よいしょ、これさ、あ、あの、よいしょ、1本が、え、え、長っ、え、長っ、え、どうしよう、え、長っ、どうしよう、どうしよう、長くね、どうしよう、めちゃめちゃこれ2人でやった方がいいかな、そういうことか、ねえ、ここどこにある、あった、これ、ここに、あんちゃんに刺さんないようにしなきゃちょっと待ってあ、刺さった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 、そっちもだ、そっちもだな、ここに多分つなが、あ、ここね、ここね、あ、やばい、あ、やばい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 、緑が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 、軍手、軍手がなんか意外と邪魔になっている軍手、意外と邪魔になっている軍手、頑張れ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 、しない方がいいかもしれない、しない方が、みんな見守ってる、あ、いける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 、いけました、これ、あれだ、えこれ、キュッて、キュッてすんの、あの、違う、ボンキュッて、キュッて、キュッて、ここ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 、戻ってきて、こう、こう、こう、戻ってきて、え、どこ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 、こう、あ、こう、いけ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 、よし、取った取った、取りました、こちら通りました、よいしょ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 、ここも、ここでは、どこでしょ、ここでしょ、よいしょ、よしょ、これ、どこまで行くの、結構行く、あ、あれじゃないの、え、なんか、なんだ、なんか、
え、なんかさ、長くない棒？長い。棒長いよね。合ってるんですか？合ってるんですか？え、これ棒余るんですか、端っこ。ドームだから。ドームだから。余る？そんな余んない？あ、やばい、また外れちゃった。助けて助けてあ、でもなんかめちゃめちゃたよんでた。お、クシャクシャっとなってるわ。あ、そっかそっか。よっ、おお、あ、すごい。よっ、およっ、なんか引っかかってんだよね、多分。引っかかってる、どっかで。ここ、ここ引っかかってんな。おお、こういうこと。あ、折れてる、そこ。ここが折れてる。ちょっと待って、まっすぐしないとあれなんじゃない、刺さんないんじゃない。頑張れ。刺さった、ナイス、ナイス、ジージー、ジージー、こっち、よいしょ、おお、よいしょ、こういうこと、こういうことだ、こういうこと。うおー、で、ちょっと置いとけばいいのかな。端っこに引っ掛けるところがある。これ、あ、これか、これ。どうやって引っ掛けるの。内側にさせる。え、これだいぶギュンって、だいぶギュンだね、これ。あ、じゃあ、じゃあ、アナさん。刺さし、はい、アナさん刺されそうなんで。ここ、うん、これだよね。刺さって。ああ、刺さりました。はい、じゃあちょっとこっちに布を。はい、たるんでるところで。布を。たるんでるとこ。布をください。よいしょ。ここか。よいしょ。でも結構ピンってなってるな。いけますか。よいしょ。やばい、ですぐパワーに頼っちゃうから。もう一本？え？もう一個？これ終わりじゃないんですか？あ、あ、そういうことか。あ、そっかそっか。こっち、あの、杖となる。こっち先やった方がいい。あ、ど、家具組み立てと一緒？全部片方やっちゃったらダメなやつ？そうなの？そうなの、家具って。家具組み立ては片方先に完成させちゃうと最後歪んで完成できなくなっちゃうんだよ。そうなんだ。そういうことですか？そういうこと？あ、誰も何も答えてくれない教えてくれんやんけ。えい、刺してしまえ。あ、じゃあちょっとそっち引っ張って。こっち結構もうね、行ってる、もう結構パツパツ。これはもしかしてパワー、パワーか。うわー、目切っていった。シカライズパワー。うわー、あらー、いけー、あらー、いけー。ここに、よいしょ、ここに、ふん、私がこっち、私がこっち押さえてようか。うわうわ、バツンっていった。やっ、やー、うわー、やばー、うわー、ここでいい。え、こっちじゃない。待って、それ裏かも、それ裏かもしんない。待って、裏だ。そっちじゃない、こっち、そっち、こっち。さらに後半では残りの2つのポイント、焚き火とキャンプ料理についても学んでいきますので、ぜひ見届けてください。見届けてください。はい、ということで前半エンディングです。はい、番組では私たちから、いや、皆さんへのメールをお待ちしています。感想や私たちへの質問など気軽に送ってください。もちろんリアルタイムメールも引き続き受け付けておりますので、これまでのリアクションもこの後番組に参加してください。はい、そして次回のチャレンジに関する有識者からのメールも大募集しています。次回のチャレンジテーマは結婚式マナーです。結婚式マナー、結婚式マナーです。
あの来月6月ということでね、そうですね、あのジューンブライドにかけまして、うん、まあ、あのお祝い事のこうマナーをちょっと学んでいきたいと、全く知らないんでね、はい、お願いします。え、経験者未経験者問わず参考情報やアドバイスを送ってください、うん、メールの頭に経験者なのか未経験者かっこエアプ勢なのかを明記するのをお忘れなく。あれだね、主催側じゃなくてもお客さんとして参加した時に、そうそうそう、こんなマナーあるって知らなくて恥かいたとかね、参加でもいいんでね、ぜひお願いします。メールアドレスはゲンナマアットマークセカンドショットドット JP です。たくさんのメールお待ちしています。ツイッターアカウントアットマーク伊豆山アンダーバーゲンナマのフォローもお願いします、はい、さらにこの番組の TikTok アカウントあります、はい、毎週更新していく予定ですので、ぜひチェック&フォローよろしくお願いします。アカウントは全部小文字で SS アンダーバーゲンナマです。はい、ということでこの番組は月1配信です、はい、次回の配信は6月15日20時からです。なお番組、今回のアフタートークは来週の5月9日にチャンネル会員限定で配信しますので、この機会に入会よろしくお願いします。はい、ということで、はい、前半が終わります。終わります。台本なくなりました、ということで、後半に行く前に1分ほどハーフタイムを取らせていただきます、はい、再開まで少々お待ちください、はい、それでは泉ふわんちゃんの元気が出る生放送、ここまでのお相手は泉ふうかと山木あんなでした。後でです。